バドエンストレートは、アメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の12番艦。艦名は、インドネシアのバリ島とプニダ島との間のバドゥン、海峡にちなんで命名された。艦名は、当初サンアルベルト米であったが、1943年11月6日に、バドエンストレートに改名された。ワシントン州タコマのトッド造船所で建造され、 1945年2月15日に T.H. ビンフォード夫人によって浸水し、1945年11月14日にトーマス・エーターナージュニア艦長の指揮下収益、太平洋艦隊に配属される。バドエンストレートは1946年3月までサンディエゴを拠点に活動し、ハワイへの巡航を行った後、1946年4月20日に予備役となる。 しかし1947年1月6日に最終益した。1947年2月から1950年6月まで、バドエンストレートは太平洋で活動し、新型の対潜水艦船機材のテストや、兵員の訓練、数多くの対戦作戦練習に参加し、第15空母部隊、第17空母部隊の機関を務めた。 1950年7月から1953年2月まで、バドエンストレートは3度の朝鮮半島水域への展開を行う。この間に、対戦水艦作戦、海上封鎖任務に従事した。バドエンストレートの関西機部隊は、富山共闘砲の戦い、新川上陸作戦、江南撤退で重要な地上支援を行った。その後、 1953年4月から9月にかけて、バドエンストレートは近代化改装が行われた。新型航空機及びヘリコプターによる対潜水艦作戦の実験、研究が継続され、様々な太平洋艦隊での訓練演習及び海兵隊攻撃ヘリコプターとの広範囲な演習に参加した。さらにバドエンストレートは別の極東展開も行い、 1956年2月から7月にかけて太平洋性能試験水域で行われたオペレーションレッドウィングに参加した。1957年1月14日にバドエン、ストレートは不活性化のためにワシントン州ブレマートンへ出港する。1957年5月17日に退役し予備役官邸となる。1972年、 カリフォルニア州リッチモンドのカイザー造船所にて解体。バドエンストレートは朝鮮戦争の先行での6つの従軍聖書及び海軍主君部大賞を受賞した。解体される直前の1972年に映画ダーティファリー2の撮影に用いられた。ありがとうございます。